どうもこんにちは。前回このピカピカに組み立てたフレームの続きをやっていきます。今回はこの辺の部品ですね、ナックルとかフリーハブでバックプレート、タイロットとかこの辺をやっていきたいと思います。新品部品も大量に用意しました。今回ちょっとどこまで組めるか頑張ってやってみるんですけど、できればフロントブレーキ周りとリアのブレーキ周りまで組みたいですね。ここ数ヶ月この YouTube の作業をする日は朝子供をね保育園に送ってからの作業なので、スタートが遅いんですよね。ボディやってる夏場の時とかは朝6時からスタートしたりしてたんですけど、スタート時間がだいぶ遅くなったのでね、作業時間の確保がちょっと難しくなってきてますが、できるとこまでやっていきます。というわけで、じゃあ何からやろうかな。まあナックルかな。とりあえずこれの清掃して塗装して、ハブベアリング交換したり、フリーハブのオーバーホールしたり、その辺できるところまでやっていきます。それじゃあまずはナックルからですね。これどっからばらけるんかな。今回カメラの色合いの設定をいつの間にか触って変えてしまったみたいで、いつもと映り方が違います。ちなみに戻し方がまだ分かってないので、勉強して次までに戻しておきます。こっから外れるはずなんですけど、まずはこのサビサビドロドロのナックルの清掃からです。まあ、こっちの上はブラシとかけれないですね。あんまり傷とか入れたくないとこなので、きれいに清掃していきます。ここはベアリングが刺さる部分なので、サンドブラシとかけて表面ガサガサにしない方がいいかなと思って、ワイヤーブラシで清掃していきます。裏面も液ガスがついているので綺麗に落とします。で、ここの部分液ガスがモリモリにはみ出てたので、30年の歴史の中で誰かが開けたのかもしれないですね。ナックル本体はサンドブラシとかけるんですが、このはみ出た液ガスをワイヤーブラシで先に取っておきます。っていうのがサンドブラシとじゃ液ガス落ちないんですよね。こう衝撃を吸収するっていうか全然効かなくて、なので事前にワイヤーブラシで落としておきます。あとサンドブラストの砂のところにね、この液ガスのカスとかがたまると詰まりの原因とかになったりするので、大きな泥汚れとかサビとか液ガスは事前に落としておきます。ワイヤーブラシで液ガスとか泥汚れとか大きな汚れ落として、あとこういうブラスト当てたくないところはマスキングしたので、サンドブラストいっていきます。それではサンドブラストやっていきます。覗き窓のアクリルの方にピントが合ってしまって、ピンボケしてすいません。なかなかね、こう手元をきれいに取るのが難しくて、サンドブラストはこの砂が舞うとそっちにピントがあったりとかで、ちょっとなんか工夫してね、もうちょっとこう落ちていく様を綺麗に撮れるように工夫してみたいと思います。で、僕が今一番ハマってる作業のサンドブラストなんですが、通常速度でこの勢いで落ちていくので、もう本当に気持ちいいです。これは買ってよかったです。所要時間的にはこのナックル1個が5分ぐらいですね。で、バックプレートもまあ10分かからないぐらい、それぐらいで綺麗にできます。はい、ブラストかけて綺麗にしました。ナックルももうこの文字もね、わかるぐらい綺麗になってます。じゃあこれを再塗装して、乾燥してる間にハブベアリングやります。はい、分解できました。もう中グリスと汚れが混ざってドロドロですね。フリーハブの方はちょっとサビが出てて、そのサビが回ってきてるって感じでした。裏返して、
オイルシールとベアリング抜いていきます。で、ハブベアリングとかのこのぐらいのベアリングってだいたい2000円から3000円ぐらいの価格帯が多いんで、左右変えて6000円ぐらいかななんて思ってたんですけど、1台分で注文したら4つも来て、なんでと思ったら片側2個もベアリングが入っていました。次はベアリングのアウターを外していきます。ここを叩いてくださいみたいな感じで切り鍵が4箇所あるので、均等に叩きつつ抜いていきます。反対側の最後が抜ききれないのでバイスで挟んで抜いていきます。ただこのバイスの台が弱くて、ご覧の通りバインバインするので作り直したいですね。で、ハブボルトももう全交換するのでプレスで抜いていきます。叩いて抜いてもいいんですけど、プレスで抜く方が楽なんで全部プレスで抜いていきます。これはもう前後とも20本全部交換します。はい、ハブ周りバラバラに分解できました。ハブベアリングも特に音が出てたとかじゃないんですけど、まあこの機会にやっておきます。そしてハブボルトももう前後とも全部新品に打ち替えです。というわけでもう片方もバラバラにしていきます。反対側も同じ手順で解体してハブボルト抜くまでやっていきます。で、今回の色設定なんですけど、なんかポップっていう色合いになってて、コントラストが強調される設定だったかなになってて、確かにね、なんかポップって見たことない文字が出てるなっていうのは途中から気づいてたんですけど、帰って映像を確認してびっくり、こういうことかってなりました。コントラスト効きすぎて黒いところが潰れてしまってます。戻そうと思って帰っていろいろ触ったんですけど、結局戻し方が分からずに、次回までに説明書を読んでやり直しておきます。左右バラバラにできたのでサンドブラスト行ってきます。はい、とりあえずハブ2つやってきました。めっちゃ綺麗になってすっきりです。で、塗装をした後にベアリング入れると傷つける恐れがあるので、先にベアリング入れておきます。まずアウター入れてくんですけど、これを圧入するのになんかいいのないかなと思ったら、外したアウターと、これデフかな?どっかから外したアウターと、これはバモスのブレーキのピストンですね。これを組み合わせればちょうどいいので、これで圧入していきます。やばい、ダメっすね。古いアウターも一緒に圧入されてしまうんで、危ねえっていうか、もう入ってますけど、やばいやばい、取らんといけん。これをまだ間に合うかな。新しい方を絶対に傷つけんように。どうやって取ろう、これ参ったな。いやー参ったな、これやらかした。どうやって外そう。ほんのちょこっとなんすけど、いやー、どうする、さあどうする、どうしよう。いや入らんよな、これだと抜けるしな。あーやばい、ピンチ、どうしよう。まあ最悪は溶接して引っ張ればいいけど、参ったな。ちょうどいいじゃんと思って深く考えずに押し込んで、まあ寸前で気づいたんでよかったけど、
新しい方は絶対傷つけちゃダメなんで。いや、いかんな。もうこれはごちゃごちゃするぐらいなら溶接して引っ張った方がいいかな。まだ古いベアリングで押した方が良かったっすね。くそ、そりゃそうだよな。こうやって怒ってみたらそりゃそうだよなってなるんですけど、これでいいじゃんってなった時はね、そこまで深く考えてないんで、やらかしたな。溶接して引っ張るか。鋭い方だったら最初のカラー重ねてる時点でお気づきだったと思うんですが、そりゃそうですよね、こうなりますよね。で、いらない丸棒、端材を溶接して引っ張ります。こういう時に溶接機とかこういう設備があるとリカバリーが簡単にできるので、揃えておいてよかったです。奥まで押し込んでなくて溶接できるスペースがあったのがまだ救いでした。よかった。ちょっともう古いベアリング使って押し込んでいきます。反対側は微妙に高さが足りなかったので、バモスのブレーキピストン2個重ねです。過去にオーバーホールした時のこういう部品とか取っておくと、こうやってプレスで押したりとか何かしらに使えるので、こういうのも財産の一つですね。はい、汚れまくってたバックプレートもこの通りピカピカに綺麗になりました。いやー、サンドブラストは本当素晴らしいです。というわけでじゃあ塗装しておきます。ハブとバックプレートを塗装して乾くの待つ間に強化シャフト組み付けていきます。今回購入したのはトレイルギア製のやつです。まあなんか一番よく効くかなって感じのシャフトですね。これを組み立てていきます。高級品なんで傷つけないように木の板敷いて、もうね、段ボールが足りないんですよね。塗装とかいろいろで使うんで段ボールが足りなくなってきてるので、傷つけないように木の板敷いて組み込んでいきます。これどっちがどっちとかあるんかな。説明書も何にも入ってない。純正シャフトとの比較なんですけど、全然違いますね。まずここの関節部分の大きさも全く違うし、純正はここくびれてるんですけど、こっちはくびれてなくてかなり太いです。見た目からしてすごい頑丈そうです。じゃあこれデフに差し込んでいきます。おお、ごっつ。そしたらジョイント部分にグリスパンパンに詰めていきます。で、ここのグリスなんですけど、いろいろ調べるんですけど、結構人によって違うというか、黒いグリス使ってる人もいれば白いグリス使ってる人もいて、ちょっと何が正解かわかんないです。で、この赤いグリスと混ぜていいかどうかもちょっとわかんないんですけど、とりあえず白いグリスパンパンに詰めておきます。パンパンじゃないか、3分の1ぐらいだったかな。それぐらいね、詰めておきます。
まあもう CV ジョイントの中にはしっかり詰まってるんで、もし何かおすすめっていうかこれだよみたいなのがあれば教えていただけるとありがたいです。はい、それじゃあナックル組んでいきます。で、このキングピンベアリングとかこの裏のフェルトとかこの辺はオーバーホールしてから何キロ乗ったんかな、もう本当にちょっとしか乗ってないんで再利用します。はい、ボルトもねブラストかけて塗装し直しました。キングピンの合わせ面は水が入らないように薄く液ガスを塗って取り付けます。ボルトも一応水が入らないように薄く塗っておくといいみたいなので全部塗って締めていくんですが、やらかしております。鋭い方、まあジムニー経験者の方なら多分ここでね一つ間違いを犯していることに気づいてると思うんですけど、この後に発覚します。しまった、やらかした。前ナックルオーバーホールやった時もやったんですけど、ゴムの輪っか入れるの忘れとった。これをね一番最初に入れんといけんのんですけど、やってもうた。今なら多分まだ液ガス間に合うんで急いで外して入れます。いやー、また同じことを繰り返すとは。ここにね用意する時に一番最初に入れにゃいけんなって思って置いたのに忘れとった。これですよ、これ。これを先に、真っ先に入れんといけんのに忘れとった。さあ、そしたら、ここのフェルトとかをつけていくんですけど、これがねめちゃめちゃイライラするんですよ。っていうのも、何枚、6枚の部品をつけていかないといけないんですけど、当然手は2本しかないわけで、これがねあっちを持てばこっちが持てずみたいなことになるので、僕はもう薄く液ガス塗ってひっつけます。本当に薄くですけど。うわあ、ずれた。くそ。やばい、そろそろ限界で、いや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 、やばい、やばい。一個つけたい。一個。ああ。やばい、崩壊する。やばい、やばい。よっしゃ。ああ、
反対側も同じようにやっていきます。でこっちはもう忘れないように先にシールを入れてナックル取り付けます。この裏のリングとかフェルトつけるの本当にいいってなるんですよね。全部をこう互い違いにつけていかないといけないし、ネジ穴も合わせないといけないしで、もう本当にね指先限界ギリギリです。でちょっと油断すると崩壊してまた最初からやり直しってなるので、もうこれはねやったことある方ならわかると思うんですけど本当イライラします。次は動画冒頭で分解したスピンドルになるかなの部分をつけていきます。ここ最初はこの液ガスがモリモリにはみ出てたんですけど、あんまりはみ出ると美しくないので必要最低限で塗っていきます。そして再塗装したバックプレートを取り付けていきます。ブラストかけて塗装するともうこれはねほぼ新品と言っても過言ではないぐらい綺麗になります。で、液ガス塗ってつけてから気づいたんですけど、ここを止める4本のボルト、これをブラストかけるの忘れてたので、とりあえず閉めて液ガスが固まってからまたブラストして綺麗にしておきます。はい、バックプレートも綺麗に塗装したんで、もうこれは新品と言っていいレベルの足回りです。新品同様って言っても怒られないレベルじゃないかなと思います。いやーナックルもピカピカでめちゃめちゃ気持ちいいです。次はもうセットしてあるんですけどハブボルト打ち込んでいきます。このナットでねガーッと締めていけばいいんですけど、ハブボルトインサーターっていうのを持ってないのと、まあ、プレスがあるのでプレスで入れていきます。ハブボルトはかなり重要な部品なのでここで交換しておきます。おそらくずっと変えられてないんじゃないかなと思います。でハブボルトってこう締めすぎたりすると、伸びたり伸びきってしまったりで強度が落ちたりするので、新品に交換して、まあ、今後僕の元ではトルク管理して使っていきます。はい、そしたら次は新品のハブベアリングにグリスを入れていきます。この中に全部グリスをねパンパンに詰めていきます。そういう道具もあるんですけど持ってないので、手で詰めていきます。ハブベアリングはグリスパンパンに入れとかないと焼けるので、こっちの裏の隙間から押し込んでこっちからムニュって出てくるぐらい押し込みます。まあ大体入ったかな、見えますかね、ここでこうギュッてやるとこの隙間からニュッて出てくるのが、それぐらいねやらないとダメなんですよね。道具があればこんなに手ベタベタにならなくて済むんですけど、持ってないんでいつも手ですね。よし、はい、これ全部やってきます。うわは、手洗ってきます。
いつの間にか素手になってますね。油がつかないようにあの緑の手袋するんですけど、どうもあのピチピチの手袋のつけ心地が好きになれなくて、気づくと素手になってて、またグリスまみれになっています。で、ここのワッシャーやナットはすべて新品に交換します。はい、ここまで組み上がりました。あとはフリーハブつけて、ローターつけて、でもうタイヤつけれますね。あ、キャリパーか、キャリパーも清掃して塗装して取り付けですね。とりあえずここまで行きました。で、本当はちょっと終わりじゃないんですよ。っていうのがちょっと汚いんですけど、この歯車みたいなやつ分かりますかね。これロックナット、周り止めなんですけど、これを注文し忘れてて慌てて頼んだんですけど、来るのが明日なので、とりあえずここでやめときます。はい、すいません、中途半端なんですけど、ここで1本にさせてください。本来ならフリーハブも全部サンドブラストかけてオーバーホールして組んで、ローターもブラストかけて組ん でタイロットもブラストかけて組んでっていうところまでやりたかったんですけど、ちょっともう時間がありません。それで次の作業できる日までかなり時間が空くので、もうここで1本にしたいと思います。ちょっとここ最近は作業のキリがいいところっていうより、もう1日で動画1本にしてるんですけど、なかなか進まなくてすいません。ただ、もう妥協なしで本当にいい車作っていくので、更新頻度と作業の進みは遅いんですけど、気長に付き合っていただけると嬉しいです。まあ、僕的にはもうハブボルトも新品だったし、バックプレートももうこれほぼ新品と呼んでもいいレベルで綺麗になりました。で、ナックルもね、新品です。すごい気持ちいい足回りになってきたので、次回はフリーハブのオーバーホールと、まあさっき言ったローターとか、タイロットとかこの辺ブラストかけて、リアもブレーキ組んでタイヤつけるところまでいけるといいな。本当は今日行ければいいと思ったんですけど、全然無理でした。そんな感じで、作業の進みと更新頻度は悪いんですが、引き続きコツコツ頑張っていきます。今回の動画が面白かったなと思ったら、ぜひ高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。こうやってピカピカになっていくのもモチベーションが爆上がりするんですけど、皆様からのリアクションとか応援っていうのもすごく励みになるので、今後も応援よろしくお願いします。というわけで今回以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。